町田市立博物館は東京都町田市にある市立の博物館である2019年6月16日をもって一般公開を終了した1973年に町田市郷土資料館として開館その後工芸美術品等も展示することになり1976年に町田市立博物館に改称。ガラス機の収集に特徴がある博物館で 収蔵数は1万点以上に及ぶ。ヨーロッパ、中国、日本と広く、香料入れの小瓶など他にないコレクションを収蔵している。また、戦前の人気漫画、野楽ロの作者、田川水宝が寄贈した、江戸時代から昭和初期までの儀が、漫画関係資料約550点も特色あるコレクションと言える。建物の設計は、和風建築の名手と知られる。 建築家の山口文造によるものである。博物館の近くには東京都指定史跡の町田市立本町大石公園がある。施設老朽化などにより2019年6月16日をもって一般公開を終了し、公開終了以降は同館の観光物販売業務のみを行っている。今後、 同博物館の所蔵物については、同市内のセリが谷公園内に建設される国際工芸美術館に移設される予定となっている。町田市統計書第49号2016年度版町田市の博物館等各種文化施設等の現状と課題町田市町田市立国際工芸美術館整備基本計画町田市町田市立博物館45年間の幕引きに20日から 最後の企画展、ダウンニュース2019年4月11日号、国際工芸美術館、2024年度開館へ、基本設計見直しも相模原町田経済新聞2019年2月18日。ありがとうございます。